もう福島にいました。はい。どうやって見てた？あのホテルの部屋で一人で、あのチームメイトと携帯を眺めてました。はい。なんかほっとした気持ちもありましたし、でもやっぱりここからが勝負かなっていうふうには思いました。前アルビの時代の時の指導者の方に、なんか、まあ、選ばれるのなんてなんか当たり前だし、なんかここからが勝負だから、なんか満足することなく、頑張れよじゃないですけど、なんかみんなは頑張れ頑張れみたいな、応援してるよって言ってくれる中で、すごい厳しい言葉をかけてくれたので、それがすごい印象に残ってます。はい。はい、テレビで見てました。でもなんかまだそんな自分の実力がそこまで届いてるとも思ってなかったので、結構普通にあの第三者みたいな、あのサポーターみたいな感じで、はい、見てました。はい。やっぱりあの自分は去年の5月のアジアカップで、あの試合に出させてもらって、すごいみんなの支えもありましたし、自分のプレーがやっぱり出せるようにもなったので、すごい自信にもなって、そこからやっぱりもっと自分は変わらなきゃいけないなって思いましたし、もっとここでサッカーがしたいって強く思いました。やっぱり1対1の対応だったり、ボールに対しての球際の強さだったりとか、相手のフォワードにボールが入った時にそこで、ボールをインターセプトできたりとかっていう部分だと思います。あ、すごい楽しいです。はい、みんなやっぱりうまいので、本当に普段チームでやってるよりもすごい自分にとってプラスになることも多いですし、すごいやってて楽しいです。チームではやっぱりすごい今のチームを引っ張っていかなきゃいけないっていう責任もありますし、本当に人に対する発言だったり、自分自身の行動だったりとかっていう部分を、すごい自分は今もですけど考えるようになったなっていうふうには思います。やっぱり宮城の人も、今までお世話になった人もすごいやっぱり自分がピッチに立つことを絶対楽しみにしてると思うので、本当にピッチに立って、今までお世話になった方々に少しでも恩返しができればいいなというふうに思います。ワールドカップに出て、優勝することです。はい。でも小学校6年生ぐらいですかね。はい、はい、やっぱり負けず嫌いの性格だったので、はい、そういう、なんて言うんだろう、発する言葉はすごい達者だったと思います。やっぱり試合に出てピッチに立つこともそうですし、その中でじゃあ自分がどれだけのプレーができるのかとか、やっぱり一番は楽しんでサッカーができればいいなというふうに思います。